歌い手に今最も必要な能力って何でしょうか。歌唱力。そう、見つける能力ですね。クリーミーだな。さあ、相方は強制召喚でございます。トイレの便器に全部入れとこうかな。それはルール違反じゃないですか。はい、どうも、センチダス3人組のリスルです。エロントです。ニューチューです。オルフィスカーターです。絶対に歌ってはいけない宝探し。歌と宝に何の関係が。さあ、そんなことはいいんですよ。そんなことはいいんだ。はい、皆さん、本日も体育館に来てます。はい、はい、東久留米市さんのご協力のもと、はい、体育館借り切って撮影しております。はい、本日はですね、うん、まあ、宝探しをやっていくんですけれども、うん、疑問にお答えしましょう。歌い手に今最も必要な能力って何でしょうか。歌唱力。そう、見つける能力ですね。食い気味だな。見つける能力。曲を探しますよね、我々は。今歌わなきゃいけない曲なんだろう、今歌ったらいい曲なんだろう、そういうふうに見つけますよね。はいはいはい、我々には足りてない見つける能力が。正解。というわけで、はい、本日はその見つける能力を養うために宝探しをやっていきたいと思います。ルールを説明。どんどん来るね。もう文句は時間ないんだから。だっとれ。本日は2対2のチーム戦で行っていきます。はい、片方のチームがまず5分間で宝をこの体育館内全てを使って隠してください。全て。はい、その後10分間で残ったチームがお宝を探しに行きます。はい、はい、お宝を見つけたら、あのステージの中央にですね、見えますかね、あのね、マイクが立ってるんですね。あのマイクのところまで行って、はい、自分の見つけたお宝を開封して、はい、中身を確認してください。あ、取ったらそこまで行かなきゃいけない。そう、だからもう取って、なんか持ったまんまお宝次の探そうじゃなくて、見つけたらまずはこういって一個一個。なるほど。一個一個で、お宝の中身なんですけれども、はい、ポイントと曲名になっております。はあ、できるだけたくさんポイントを見つけてください。そして、まあ、タイトルコールでもありました通り、うん、はい、絶対に歌ってはいけない宝探し。はい、そうですね。ね、歌っちゃいけません。まあ余裕ですよ、歌わないこと。黙、はい、ってればいいんです。そうだね。曲名弾いた瞬間、即座にオケが流れます。はいはいはい、はい、サビに入ったら歌ってください。あ、それはなるほど、はい、ほどね、理解しました。ポイントを見つけろと。そうです。曲は外せ。まあ、外れですね。ポイントにならない。ポイントにならないです。時間のロスになっちゃうんだ。そう、歌ってる時間分ロスになります。タイムロスか。そう。うん、ただまあ。一連卓勝ということで、曲流れ始めたら相方呼び行ってください。で、相方もろともステージで拘束されてください。え、相方は隣で歌わなきゃいけないの。そうです。歌わずに。はい。一緒に歌うとかじゃないんだ。違う。だって相方は弾いてないでしょ。あ、じゃあ曲名は。あ、こいつ何してくれたんだよって顔で見てる。そうです。嫌な企画。誰だこれ、ルール考えたの。そうです。私です。まあ、歌ってる間は宝探しができないと。なので、歌い終わるまで2人でステージ上にいてもらって歌い終わったらすぐ宝探しに戻ってください、はい、なんでなるべく歌うことなくたくさんポイントを集めていきます。なるほど、はいはい、じゃあ早速やっていきましょう。じゃあ、はい、ということで早速やっていきたいんですけれども、はい、まあ、今回2対2のチーム戦ということで、うん、チーム分けはちょっと事前にやらせていただきました。はい、オルピスカーターニャンヤオチューチーム、あー、そしてエルノリスルチーム。うわー、やる気が強いな。すごいな。で、このチームで対戦をしていくんですけれども、まずは我々、オルピスカーターニャンヤオチューチームが格、どっちだっけ、隠す側ですね。隠す側、はい、我々が5分で隠します、はい、なるほど。で、その後エルノリスルチームが10分間でお宝を探していただく、はい、余裕よねというわけなんで、うん、じゃあちょっとお宝見てきます。お、何ですか。高級感のマイクが、いや、すごいよ、ブルーさんがね作ってらっしゃるんですか。お宝、そんなバカな。こちら何それ。え、いや、お宝だから切り箱に入れなあかんな。これが、まあ、10個この体育館に隠されます。で、10個のうちいくつがポイントなのか、そしていくつが曲名なのか、制限時間10分の中でなるべくたくさんのポイントを見つけてください、はい、じゃあちょっと
モニターに布かけてもらえる？もう早速隠し行こうか。行きましょう。はい、じゃあ僕らいやよ好きなポケモン選んでいいよ。好きなポケモン4体。僕はこいつにします。1匹多いよね。じゃあ俺こいつで行こうかな。危ない。よっしゃ隠し行こう。ということで準備ができたみたいです。後ろでなんか2人立ってるのでね。あ、もう何も返しがなくなってさ、もう何も見えないんだ。そう、僕ら今何も見えてないんだね。ということで、あと5分間だから僕らは雑談。後ろ何されてるんだろうな。じゃあ5分間ね、隠していただきましょう。スタート。タイマーもオンされましたし。いや、どうしようかな。体育館ってそんな隠すとこなくない？ないよね。ねえ、あっさり揺らすんだ。あ、こういうこっすいこっすいとこもこう、このもここ探さんだろう。いざ隠すなんてむずいですね、これ。こことかいいんじゃないですか。ここ行きます、ここ。意外と近くそう。舞台があるから、舞台はさ、ジャンボさん、見つかるじゃん、絶対。めっちゃステージには登らないでくださいって書いてある。すいません。オルス、ここにあったらどう思う？いや、もろ刃の剣よ、それは。足止めになるかもしれんけど。まあそう、すぐ取れちゃうからね。そっか、どうしようかな。これだけが、曲。あと全部ポイント。ってことはさっきの曲か。回収しよう。あえて、ちょっと凝ってるけど、すぐバレそうで、かつ、取りにくい場所に偽物を置きたい。いけるかあと3個ここにしよう。ここにします。これにどうです。どうも。これさ、このキュッキュの音めっちゃ苦手なんだよね。ならないね。ならないね。全然ならないね。この音とか言って全然ならないんだけど。部活なんだ。バレーボール。キュッキュしか言わないの。そうだから嫌なの。なんだろうね。でもその時別に苦手だった記憶はないんだけど。あ、ないんだ。なんかいつから気づいたら苦手になってた。これで罠か、明らかに罠だけどっていう。でもかな、飲めないかも。飲んない、ダメだ。え、バッバリちゃん。ここ行きます、ここ行きます。ここ行きます。あと最後、あと1分、あと1分。やばい。体育館の思い出か。まあ、あんまないな。ないよね。体育の先生怖かった思い出はある。いや、どこもそうだよね、やっぱ怖いんだ。どこも体育の先生怖いよ。本当も隠し事なんですけど。ちょっといろんなとこバタついてブラフをかけていこうかなと思います。よしよし そうって何？不安。最後後ろに走ってこられたのがいっちゃん怖いな。それではリスル・エルノチーム宝探しスタート。よし、行こう。東大元暮らしを疑うよ。あ、すいません。うわー、なんだこれ。え、なにこれ。お、出てきた。あ、おった。あ、早くも。エルノさんがお宝一番乗り。では開封してください。もうなんかさ、これ見よがしに置いてあったんだよな。あなたが見つけたお宝は何ですか。クジラの歌。では歌っていた
ただきます。クジラの歌。はじゃあそれもうちょっと怪しいもんな。はい、歌え。手を挙げて叫んでいるの誰かがきっと見てるから、怖がらないで、あなたはあなたの命だけを輝かせて。はい、さあ探し行け。なにこれ。だから上は多分いる、あると思うんだけど。これでしょ、見つけてしまった。俺は今何点取ってんだっけ。2点2点2点しかないのか。あなたが見つけたお宝は何ですか。一度だけの恋なら。だって言いましょう。一度だけの恋なら。絶対怪しいんだからこれ。絶対怪しいんだから。あなたが見つけたお宝は何ですか。おい、1ポイントだ。やった。あ、ナイス。これで合計3ポイントですか。なるほど、なるほど。順調に重ねてますね。さあ、7分経過いたしました。7分17秒。あ、マドリが2回行ったっぽい。じゃあ、僕は下を。下を行きましょう。走り方かわいい。ジャンプが。見つけた。見つけた。待って。見つけた。そうだ。でもあんまり奥に行くと。見つけたので開きます。あなたが見つけたお宝は何ですか。線香。さあ、相方は、強制召喚でございます。おもれー、こっち側向かいに行ったのに先行を引きました。頑張ってください。何が嫌って、めっちゃ苦手な曲が。早くの走れ、頼む。時間ないよ。来た、来た。どこだここ。そう、わかんないよね、最初どこだこれ。ならない言葉もう一度11分36秒。ロスタイムは3分です。戻ってきました。上に戻った。戻ってきましたよ。残り2分でございます。あったぞ。これは3ポイント出ました。これはでかい。2と1と3が出て、いやー、6ポイントですね。どこだろう。4つぐらい。5個か4個。
ロスタイムはないんですか。おかしくない。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1終了。終了です。今すぐやめてください。今すぐ帰ってきてください。さあということで、はい、一回り終わりましたけど、はい、リスルエルのチームの得点は、はい、6ポイント。いや、まあまあ、頑張った頑張った。まあまあ取ったの結構結構いましたね。1ポイント2ポイント1と3 1と3俺が2だ、うん、で歌に1 さあこの6ポイントを後半我々が上回れるか。いやどうなんすかね。あと3点引かれたのがね。4つもあったってことは何個見せた。6個見せた。6個だね。あ、じゃああと4つありますね、はい、そんなに、ね、そんなにか。あの性格の悪いところに隠しました。我ながら俺多分全部見つけられたのかも。俺も結構行かれてるかも分からん。あれ分かん、誰のが見つかったのか分かってないから。そうそうね。はいはいはい。まあじゃあ後ほどこれを回収して、はいはい、先行後攻入れ替えてまたやっていきましょう。はい、はい、回収に行くぞ。よっしゃ。はい、後半戦でございます。今回はリスルエルのチームが隠して、我々ウォルフィスカーターディアン幼虫チームが探していくと。探します。ではリスルエルのチーム5分間で宝隠しお願いします。いくぞ。いくぞ。いくね。離れる瞬間に一筋の風が心地よかった。吟味しようよ。そこを行くから。無理だろ。シャンプルーと無ここ行けそうじゃないですか。ここ奥に行くと多分離れないと見えないんだけど。使いそう。どうしよう。俺引き出したらさ、ここに入れます。あっ、こもっちゃうな。休止できたから。あ、それは絶対動画がいい。じゃあ、同じ単位2個ないでしょの考えで歌うすか。一番ええ。で、しかも、入れた上で、ちょっと、開くとか。これだ。じゃあ、2階行くか。どっちか。ちょっとさ、上任していい？はい、いいよ。上任していい？完全に。行きます、2階。よろしく。さあ、3分経過でございます。残り2分、はい、3分40秒が間もなく経過しようとしてますよ、はい、あ、来た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 来ましたよ。わー、頑張れー。いい笑顔だな。全部ピアノの下に置こうかな。さあ4分経過、残り1分です。全部ピアノの下に置こうかな。意味なくない。ピアノの下見てなかったら終わりじゃん。トイレの便器に全部入れとこうかな。それはルール違反じゃないですか。現状復帰できるようにしてくださいね。そう、現状復帰大丈夫、うん。
回振り返りますからね。はい、はい、じゃあなんかやってましたね。何ですか？いやどうですか？隠し終わりまして、疲れました。疲れました。そうですね、もうあっちまで行ってましたもんね。いや、気のせいじゃないですか？気のせいや、もう手振ってたもん。目が合いましたけどね。ということで、じゃあ僕ら10個、はい、隠し終えたので10分間ね、6ポイントでしたっけ僕ら。6ポイントです。6超えていただこうじゃないか。任してくれよ。見せてもらおうじゃねえか。やってこいや。ということでスタート。はい、じゃあ、じゃドカンミックスナッツ。上の端っこ行ってみます。オッケー。よいしょ。うわぁ、見てるよ、あいつ。甘い。見つけました。そろそろ曲来そうだな。帰る準備しとこう。さあ、オルピスカーターさん、お宝なんですか？お邪魔女カーニバル。お邪魔女カーニバル。あー、戻んないと。戻んないと。くそ。貸しくれ。よいしょ。ついつい。みんな。本当にできちゃうかもしれないよ。大きな声でピリカピリなら、はしゃいで騒いで歌っちゃえ。ママ先生、ガミガミおじさん、うるさいなんてね、飾らない文化。空に響けピリカピリララ、走って回っちゃえ。テストで3点、笑顔満点、ドキドキワクワクは大丈夫気分。おい、出てるね。残り3分半。めっ
時間ない時間ない。つい。よいしょ。無駄足っぽいぞ。無駄足っぽいな。なんかでかい虫いるし。ちょっとない、ないよ。あ、虫や。見えてる時代に踏み切るしかないっすこれ。あ、もう見えてない。これですよ、これ。それ何？これ、これ。これもう行くしかないんで行きます。はい。やよっちーさん、お宝なんですか？2ポイントやったよかった、よかった、危ねえ、ないない、ないよ。9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。ないです。3点を死守しましたよ、守りきりました。はい、それでは結果発表でございます。で、僕らの方から先に、はい、お二人の点数を読み上げたいと思います。何点だったの、はい、俺は何点でしょ、二人の点数は6点になっております。同点ですか、もしかして。ってことは本日の宝探しは同点。いや、そんなことある、本当。というわけで、はい、はい、絶対に歌ってはいけない宝探し、はい、やってまいりましたけれども、はい、うん、暑かったね、暑かったね。でもまだ6月だから、はい、そうなんだ、難しい。8月とかだったら死人が出ます。よかったね、この時期にやれて。まだ、いや、そう、本当にそうね。これからね、体育館とか使ってね、運動する子供たちももしかしたらこのチャンネル見てるかもしれないけども、うん、絶対に水分補給と、あと塩分はね、必ずチャージしてください、はい、チャージしてくださいね、はい、危険です、本当にみんないっぱい水飲んだからね飲んだ、透明なおしっこれだね。やめてというわけで、はい、本日はですね、東久留米市さんご協力のもと、体育館を貸し切りで使わせていただいて、はい、宝探しをやってきましたけれども、はい、皆さんいかがでしたか。楽しかったです。いや、楽しかったけどしばらくお家で寝たいかな。わかる、わかる、わかる。宝探すだけでこんな疲れるんだね。ね、隠す方が疲れる。時間短いんだね。そう童心には帰る。確かに、こんな知り回るとは思わなかったね。もっと広いとこでもやりたいですね。そうね、もっとなんか1階、2階、3階あるような、うん、学校でもとかね、やりたいね。次じゃあ小学校借り切ろうか。体育館じゃなくて校舎借り切ろうか。やばいな、5階建ての校舎借り切ろうか。かくれんぼしよう。そこまで1人集めてやろう。何時間かかるんだろう、見つけるのに。ということで本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、またね。夏と言ったら何ですか。夏と言ったら海ですかね。あ、海行ってないですけど、全然最近。最後に行ったのは、いつだろう。大学のサークルで行ったのが最後とかじゃないですか。大学のサークルで、はい、行きましたよ。男女混合で、まあそれはね。そんなね、怪しいことは起きてないですけどね。